捉えたってどういうこと？侵入者捉えたんですけど。ムジカさんから見てくださいこれ。この人の大阪。あれ、オバマさん、オバマさん来てたんですか？あのまあ、あね、ワイ続けるんでちょっと重たくなって。オバマ砕け散ったぞ。はいどうも、ムジカです。今日もですね、ムジクラの方やっていきたいと思います。まあね、一日刻みにこんなん起きるかっていうことがね、ガチで起こってたりもするんですけど、なかなか楽しくやらさせていただいております。あの今基本的にはプレイヤーの人たちでいろいろプレイしてもらってるんですけど、その中でやっぱり運営側の施設とかが必要になってくるんで、喧嘩したりとかし合った奴らを裁判するための裁判所とか、なんかいろんな公共施設的なところをね、いろいろね、運営チームをね発足してやってたんですが、運営側というといろいろねできることもね多くなってくるんで、まあその中でねちょっとした手違いで一回ね全員ねぶっ壊してしまったっていう事件があって、でそれでですね、一部のキッズがですね、ここぞとばかりにやった人をね、もう攻め立て散らかしてですね、もうないろいろなくなったじゃないかよと感じで、まあかなりねもうチーム内でね炎上したんですよね。まあそれも最終的にはね抜けたりとか、まあ戻ってきたりとか、まあいろいろ喧嘩したり謝ったり許したりっていうのがね、もうすごいね、今日の午前中ぐらいはね、みんなの感情がね動き散らかした時間でした。はい、まあすごく面白かったっす。もう全してで持ってた道具全部なくなって、もう昨日からもう集めたもうどうしてくれるんだ、もう弁償せえみたいな、やってしまった人も結構もう気にする子だったんで、ガチで悪気ないんですよ本当に。まあ多少コマンドとかって、その僕もあんまよくわかんないですけど、統合版とか Java とかパソコンでやる分にはあんま間違いないと思うんですけど、スマホとかねパッドとかでやってるとね、少しねまあ予測変換とかで変なねことになっちゃったりするんで、まあいろいろねあったんですけど、まあそんな感じです。とりあえずあの落ち着いて、まあメンバー変わらずやってくれてるんで、まあ良かったなと思います。ということで、ちょっと今日もやりながら、まあメンバーミーティングみたいな、なんか報告会やりたいと思います。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。誰かんとこ、まあ、バトリン君どこ行くか。バコ絶対増殖しとる。あれ、もちさん、あれ、もう大丈夫ですか？今日朝一回脱退されてましたけど、そこも大丈夫ですか、うん、残っていただけるということでよろしかったでしょうか？うん。いやね、もち君がね、もうね、全部なくなってもうたやんかと。こんなんやってけんわっつってね、もう飛び出してっちゃ、もう家から飛び出しちゃったからね。一時的に。一時的に家出してすぐ戻ってきてくれたっていうね、まあいつもの劇場をね往復をやったんですけどね、僕もねなんかねお父さんになっちゃった気分でね、もうそんなんだったらもう自分で出てたらもういい全然俺知らんみたいな感じでね、もう行っちゃって、もうね全部ツイッターからね、もうワールドから全部ねもうブロックしてね、もう絶対家には入れてやらんぞと、もう家中の鍵をねかけ散らかしたらね、謎の、ね、サブアカからねごめんなさいって言ってきたからね。かわいい。許すって言ってね。いいお父さんだな。今ね話してくれてるトモネコさんはちょっと運営側で協力してもらうことになった。どうもこんにちは、はい、運営でやっていきます、トモネコです。皆さんよろしくお願いします。トモネコ、すごいより一層楽しくなりそうな予感が。はい、トモネコさんはあのミラティブ、 YouTube、ツイキャス、あとフワッチ、あの全部配信してる、あのどうですか、はい、ほら響かせてく。じゃあどっから行こうかな。どこ来てまず、じゃあインキャチームから行きましょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあトモネコさんも来てもらっていいですか。こっち一緒に見に行きましょう。あ、オッケーです。はい、どうも。あ、一応運営側なんで、はい、ちょっと運営、あの前回のことはちょっと水に流してもらって、ちょっとすぐ入ってきた人詰めんのやめてもらっていいですか。君ら不法侵入者に対しての厳しさが半端ないからね、追い詰め。怖い。誰ですか、案内してくれるの。どっちの陰キャっすか。もう一人の陰キャが。お一人どうぼくしてんの。僕たちはね、はいはい、昨日の配信からほぼオールでやってましたね。マジか。壁を作りました。壁を見てください、この壁を。おお。ひたすら。お前らどんだけ入られたくねえんだよ。本当にやばい。なんか範囲がわからないって言われたんで。きちんと誰か。まあ領土に入ったら殴られるのはわかるけど、いや陰キャチームどっからどこが領土かわかんないんだよっていう話もあったんでね、はい、それをもう明らかにわかりやすいようにしたと。パワースピードがやばすぎるっていう。すげえな、これガチサバイバルだからね。そうなんですよ。これ作った後に入ってきた不届き者も一人いるんですけど、ね、マジですか。怪しいとこから入ってきました。次見たら絶対キッんで。はい、いやそれちょっとやめようって話になったじゃないですか昨日。なんかその
で入ってきたら一回コミュニケーション取ればいいんじゃないの、入っていいですかどうですかっていうの、入ったらあんたガキとコミュニケーション取れるよえちなみに誰が入ってきたんですか、これもなんでもないです。あーでもね、もっち最年少がいつもの人ですね。あそ, ね、それセキュリティ甘いんじゃないですか、それ大丈夫ですか。確かに。あじゃあ次ます、次から。ちょっと行こう。話通じねえなーこれ。セキュリティ強化っていうあれが出てこないのか。ここにトラップ作って来たらにしましょう。そうですね。それがいい。まあ、そうした方がいいですね。持って。このチームね、すごい個性的なんですけど、なんか一致団結した時のパワーが半端ないんですよね。一日経ったらこれができてるわけですからね。そう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 。しかもあのすごいいろんなチームから嫉妬されてるんですよ。なんかいろんなもん持ってっか増殖使ってんじゃないかとか。ああ。ピーポーだよ。カットも。でもね、ガチでオペレーター運営にしか渡してないんで、ガチで作業してるんですよね。完全作業量でカバーしてるんですよね、多分。わかったか、ガキど。やばっす。え、空飛べないのまだ。え待って、まだ空飛べないの。何パニックってんすか。持ってないですか、この背中の。おっとー、煽りが来たな。これすごいんですよ、これ。これ、すごいんですよ、ね、マジで。ラスボス、ねはいはい、倒した後に、エンドシティっていうところにある、1個しかないエリトラって、背中につけてるやつが。はいはいはい。すごいレアなんですよね、この人たち。なるほどね。やばい。ファミルさんが3個探してきました。やばい。頑張りました。だから合計シップがないのも含めて8個くらい見つけましたね。以上ですかね。ここは壁を作ったってとこですかね。もう1個あります。あ、お願いします。侵入者捉えたんですよ。おっと。生け捕り。侵入者捉えたんですよ。生け捕りしてます今。マジか。捉えたってどういうこと。侵入者捉えたんですけど。豚っすかこれ。豚。これ。なんか背中に刻印されてますよ。これ見てください、これ。おい、千と千尋じゃねえか、これ、豚。豚に変えてもうたの？あれ女子チーム、豚にされた？いや、違いますよ、違いますよ。あ、喋った。喋った、豚が喋った。何の話してんの？ね、カッシーさん、カッシーさん。ん？陰キャチームが私たちのこと、豚指してるんですけど。なんか豚。喋るじゃない。一気になんか解散させられちゃう。よし、じゃあ助けてください。どうしました？金山者がいじめられてるんですけど、ずっとちょ怖い。はいはいはい。すごいな、警戒心がこいつら。じゃあちょっとクソガキチームいきますか。プレタックスひなとんのところで。サバイバルになってる時間。なんで？で、こっち来て。わかった。なりましょう、サバイバルに。またお前俺にサプライズしてくれんのか。ここ入ればいいの、うん、おい、泣くんじゃねえ。じゃあえ、トモネコは、うん、あれなんで水になってんの、誰やえ、どういうことこれ誰だよ。多分本来は溶岩だったんじゃないんですか。え、なにえ、もちこれでいいんじゃないの。俺に悪さしようとなんかしないよな。水でいいんだよな。溶岩なんかやるわけねえもんな。まあ確かに。あなんか猿が来たぞ。やばい。仲悪いな、いか。おい、シンプルにしてきたぞ、こいつ。雑じゃね、オチ。また入ってきて。また入ってきて。オチ、ちゃんと、やるならちゃんとやれよ、お前。血が滴り落ちてるけど。来て。もう一回入れ。なんか見えてますけど。なんかおい、気のせいっすね。気のせいっすよ。あ、殴ってきた。シンプルに殴ってきた。大丈夫ですか、もう。ぐだってる。ありがとうございました。はい、あざした。何かが。はい、お願いします。はい、サプライズお願いします。サプライズわーい。わーい、溶岩だ。溶岩だったー。もうちょっけいですか、これで。急に巣に戻るのマジでやばい。よし、じゃあ女子チームのとこ行きましょうか。じゃあ友中さん、こちらは女の子のね世界なんでね、急に部屋とか入るとね怒られる女子チーム。あー、マジですか、はい、いや俺今無断で畑入っちゃったんですけど、どうしたらいいですかね。あー、やばいあー、やばいって訴えられる、やばい。裁判所で
以後気をつけておいてください。ありがとうございます。あれいると思うね。いるっすよ。あれなんか不法侵入されてますよ上に。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。俺は俺いや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 、そっちじゃなくて、あの屋根の上っす。屋根の上、屋根の上なんか。こっちじゃないで、ほら、あっち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 、ハエみたいなのがいるぞ。ハエみたいなのが。うるいぞ、なんだあれ。うち落とせ、うち落とせ。さあ、どうすか、ど誰が案内してくれます今日は。はい、ハイチュウ食べるんで。はハイチュウ、後で食べろよ。知らん。はい、入ってきて、入ってきて、入ってきてるよ。トナカイみたいなやつ、入ってきてるよ。藤川さん行きましょう。はい、じゃあラムネコ、ラムネコじゃない、ラム、お願いします。もう混ざった。新規施設のご案内を。あ、ここ？あ、あ、あ、これは多分あれっすね。あの何もない。中身ね、あ、ちょっとダメです。あのやっぱりなんすかこれ。なんかまたよからぬものを作ってんだなお前ら。いやこれ処刑場なんで。あ、なかなか序盤に物騒なもの作ってますね。確かにえげつないもの作ってるっ、ね。それ優先度高い。本当は裁判所だったんですよ。先に作るもんすかそれ。いやめっちゃ入ってきてる。いや、いや多分多分この感じだったらもう多分すぐ使うとき来ると思う。あーなるほどね。じゃあ一応友猫さん試してみます。あ、ちょっと俺なんすね。お試しプレイすか俺。いやーなんでこんな。誰だよ。そんな女子部屋入りたいのお前ら。でも 俺よりムジカさんお試しプレイの方が。あ、でもムジカさん遅れましたもんね。だってちょっと遅かったんで。あー、そうですね。それは裁く必要がありますね。ちょっとじゃあ僕一回実験台になりますね。あ、わかりました。カシさんちょっと待ってちょっと待ってな。お前そんな声だったっけ。ちょ、上がらして。じゃあ、あの、ちょ、待って、私準備期間らしいんで、ちょっと。じゃあ、施設の紹介お願いします。あれ、かし昨日も紹介してなかった。あ、なんか燃えてない音だから。いや、燃えてる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 、やばいやばいやばい。だから、モチがやったの。どこ。モチ、すごいぞ、お前。ビジターの系やな、あいつ。へへへへ、ビジ損害の疑いと、次やったらビジターな。もう実際もでも何もできなくなるからのビジターにされたら。あ、そろそろカシーさん準備できました。あとちょっとです。まあ、お前お菓子食ってたろ。いや、そんなことはないです。やってたかちゃんと。手違う手動かしてたろお前。あ、じゃあ、ご飯でも食べますか。ご飯。ああ、お腹空きました。確かにお邪魔します。食べていただきたいものがあるちょっと。あ、はい。あ、美味しそう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、あれ？これ何これ？犬？これ何これ？ちょっと運動してきていいですか？運動してきます。おい、捨ててくんなよ。じゃあ、ムジカさん食べましょう。じゃあ、ムジカさん。ムジカさん食べましょう。え、なんなんこれ？マジ、まあちょっと、フグ？まあ、フグなんで、美味しいんですよ。え、フグなんか、いっぱいある。耐久力というか増えますよ HP。 そうっすね、めちゃくちゃレアなんでフグって、うん、ちょっとじゃあクルクルするね一回ね。じゃあちょっと殴りますねムジカさん。あ、もうビジターの系。あ、もうビジターでお願いします。はい、OK。 さっき次やったらやるっつったろ。ガチャガチャでご飯食べますか。こちらガチャガチャ。お腹が減らんわムジカさん。これガチャガチャらしいっすよ。え、あ、なにこれ。すげえ。入ったら食料出てくるんで。どうぞ。ちょっと出ますね私。あ、出た出た。すげえ。何これ。あ、なんか血のスープみたいなの出てきた。あ、血じゃなくてビートルートですそれ。ビートルート。こっちなので。誰やん。また来ちゃうかお前。なんかお腹減んないんすよ。お腹減らない。もう食べて。友猫。おや、俺もお腹減ってないんすよね。あ、じゃあ。ちょっと待ってください。ちょっと。めっちゃ見とるぜ。めっちゃ見とる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 で。一応家には入ってこない。一応家には入ってこない。じゃあ、ちょっとあの、僕、今、神の力を使って、はい、ちょっとお腹減らしてるんで、ちょっと待ってください。はい。はい、どうか。心臓出したぞ、あいつ。ビートルートやん。あ、じゃあ、これで食べるんで、いきます。ムジカさん、ムジカさん。食べてください。藤川さん、はい、僕じゃあちょっとお先にいただきますね、フグ。あ、お願いします。ねえ、畑荒らされてんだけど。え、気持ち悪い。待って、画面めちゃくちゃグラグラしますなんか赤くなってますよ、体が。熱でなんか頭クラクラするって。はい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 、はい、あれの上位互換みたいな感じでグラグラするカッシーさん、準備できました。はい、じ
あ、じゃちょっと待って、傍観者の場所が大丈夫ですか、トモネコさん、バッチバチバッチバチ音鳴ってますけど、いや、痛いんすよ、ダメージが毒盛られたんで痛いんすよ、これなになに、なんなの、どうしようかなって、なんかあるんすか、なんでこっち見るんすか。え、やります、おーおー、あ痛い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 、おしゃ、あ聞いた今のバイバイって悪魔のような、痛いよ、怖っ、処刑、処刑されたわ。トモネコさんも一応ここ湧き潰しして、トモネコさん燃やされます、やめて、自分のタイミングに刺して、ねえ、出番、仕掛けとかないやん、飛び込んだだけやん、上から、あったかい、あったかかったっす。じゃあ次ガチチームのとこ行きますか。あれここだっけ、猫がある、ここですよ、出てきた。あーすごい。さあどうすか、なんか進展ありました。あります、不法侵入者もしくは分不法侵入者は分になってます、え、もしくは分、あ分になってる、やばい、お邪魔します、お邪魔します、分しないでな、ここはイズイズさんの墓になる予定ですね。あー現在進行形で作ってる、あー墓になる予定、なるほどね、残念な、まあ、あの過去の英雄、あんなことがあったからね、これがナメ太郎さんの顔ですね。またフグじゃねえかよ。フグサイナリーなんだよな、マイブームなのお前らの全体ので、まあここは山をぶち抜いて、はい、ここも全部刺しましたね、ここの大きい山、おお、すごい、やってんね、で、まあこの上に城が建ってます、あ、ほんとだ、やばっ、すげえ、途中、途中経過、途中経過っすね、これすごいすごいすごい、途中経過でももうがっつりかっこよすぎ、あ、いずいずか、あびっくりした、ゴーストか、想像つかんわ、この作業、わあすごい景色、めちゃくちゃいいっす、この人の大あれ、オバマさんオバマさん来てたんすか、オバマさん喋れます、オバマさんは喋れないのか、あーあーあー、なんか、え、なんかきちんと作られてません、しゃがんだら口閉じるんですけど。じゃあみんな見終わったところで決めたいこととかありますか。大丈夫です、お、珍しいな、誰かしらがなんかヘイヘイヘイってくんのに。バクアボーイズさん大丈夫ですか。はい、何ですか、大丈夫ですか、なんか全体で決めとくこととか、最近ちょっと重いような気がしたんで、あ、一チームスポナー上限を決めたらいいのかなと思いましたね。モンスタースポナーっていうのが永遠と湧き続けるんですよ、うん、時間で、うん、だからそれで、まあ、湧き続けるんでちょっと重たくなっちゃうから、あ、で持つ数を制限してほしいっていう多分感じですね。どっかのチームが何個も何個も作ってるから死んだ。なんで、オバマ砕け散ったぞ。オバマが。オバマ大統領、これさすがにかわいそうじゃないですか、しときます。あ、痛い痛い。自分で落ちてたけどな。よし。特にないですか、全体は。じゃあ、あれ、それどうすんの、その自動装置の上限は。あ、1個だ。最高でも2つ。1個だろ。いや、1個だったらあれ、スケルトン出てきたとき使えない、まあ。とりあえず2個まででってことで。はい、もっち、そういえば、お前さっき入ったじゃん、1回。許可の話で。見つけたのよ。何を？海を探索してたら海底地にはあ、もちビジターじゃない。許可出してなくても無視する。あ、まあ、しょうがない。黙って帰る。無視するから。うるさいうるさい。いや、でも無視しなかったらそれは許可してないってことだから、すってことになる。ええ。許可出さないイコールすではないだろう。すぐっていう報告お前らのとこからしか上がってきてないからな。パトリック、パトリック、今日のじゃあ落ち着けて、パトリックさん、うるせえ、黙れよこれ。